ハンドプレス製圧着ペンチ。裸圧着端子用と絶縁圧着端子用の2種類の圧着部がある。また、ワイヤー切断用の刃、ボルト切断用の刃、ワイヤーストリッパーの刃も付いている。圧着工具とは、電線と圧着端子を圧縮接合するための専用工具であり JIS-C9711 に、 屋内配線用電線接続工具と規定されている。圧着ペンチとは、電光ペンチとも呼ばれ、特徴として、圧着機能の他に、電線の切断、被覆の皮むきボルトの切断機能がついている、多能工具を指す。圧着工具とは、屋内配線及び屋測配線用電線コネクタの、うち、同線用裸圧着端子、スリーブに使用する工具を指す。 方式として、手動、手動油圧、足踏み油圧、電動機械、電動油圧式がある。圧着後の性能は、端子は、ジス C2805、スリーブは、ジス C2806 に、規定の値を満足させる性能が求められる。工具は、圧着成形の確認機構を設ける必要があり、手動、電動機械、ラチェット式圧着工具は、 ダイス部間の距離が適正な圧着接続間に達しなければ、ダイス部が開かず、達した時に自動解除で開くようになっている。油圧式は、ピストンロッドの位置表示か、荷重を規制する圧力制御装置が付いている。圧着後に端子に圧着が完了した時に使用した、ダイスが確認できる、両電線コネクタに付けられるマークが、端子部材に蘇生加工で表示される。 圧着端子の取り付け方は、取り付ける線の被覆を、端子の差し込み長さより 1mm 程度長く剥き、新線はもじらずに先端が 1mm 程度出るようにして圧着する。新線をもじると圧着端子に入らなくなったり、また、圧着効果が少なくなる。圧着ペンチと圧着端子。圧着ペンチで RJ45 ランケーブル端子をか。 閉める例。ケーブル端の被覆を向き、導線を、所定の順番に並べ替えて、コネクタに挿入し、奥まで押し込む。コネクタを圧着ペンチのスロットに差し込み、圧着する。コネクタの留め具がケーブルを押さえて抜けないようになる。圧着ペンチは、電気工作や、自動車の配線に使用される場合が多い。一丁で、高度に、 端子の取り付け作業ができる便利な多能工具である。ジスには規定されていない工具。圧着機能以外に、電線の切断、電線皮膚の皮をむくワイヤーストリッパー、長すぎるボルトを切断できる、ボルトカッタ機能が付いている。また、頭部の先端部では、ペンチ機能として、キャップ型端子の圧着ができる。平型端子やギボシ端子とコードを接続する場合に、 特に便利である。クリンパーの顎が独特の形状をしており、端子の爪を巻き込むように圧着することができる。使い方は、ワイヤーストリッパー機能部で、サイズに合った部分で被覆を抜いたコードの新線を、サイズに合ったクリンパー部で奥の2本の爪に被覆が、端子の端についている2本の爪にかかるように端子をセットし、 最初に新線部を圧着、その後被覆部分の爪幅にあった、クリーンパーブで被覆を爪で保持させる。長すぎるボルトを使用する長さにネジ山を潰すことなく、切断する。ボルトカッター機能は、サイズのあった穴に切断後使用する必要な側から、ボルトをねじ込み、切りたい位置を圧着ペンチの中央に合わせて切断する。ドライバーで外せば、 ネジ山を修正することなくそのままの状態でネジが使用できる。圧着ペンチの端緒は工具の支点と切断、皮むき機能部とハンドル操作部の位置から、それぞれの専用工具に比べてレバー比が劣ることである。ニッパーやペンチ、ワイヤーストリッパーを所有している場合は、それらの工具を使用した方が作業効率は良い。 日本圧着端子製造株式会社 HP 圧着工具全国作業工具工業組合正しい作業工具の使い方24圧着工具 DIY 工具選びと使い方株式会社なつめ社2008年11月1日190から192ページありがとうございます